F-15 イーグルのアメリカ空軍第1戦闘航空団を示すテールコードテールコードとはアメリカ軍の機体の垂直尾翼に付与されている機体記号の一種である。テールコードは2つのアルファベットからなる機が所属する基地と部隊マークからなる所属部隊を表す形で構成されている。ただし一部の部隊ではアルファベットも部隊の愛称に由来する略称を使っている。 空軍周辺の機体は、所属する各州の二文字略号をテールコードに使用する。長崎への原爆投下時のボックスカーのテールコード軍所属機体に付与され、テールコードの下にはシリアルナンバーが記載されている。FA-18EF 戦闘攻撃機等の艦載機あるいは P-8 哨戒機等の陸上機下に関わらず、 航空団所属のほとんどの機体に付される。空軍と同じく2レターであり、何らかの理由で飛行体固有のコールサインを使うのが不都合な場合、そのフォーネティックコードが航空団所属機を示すコールサインとして使われることもある。例えば、テールコード NF は第5空母航空団所属機を表し、搭載先の航空母艦が変わったり一時的に陸上基地配備になっても、 航空団のテールコードは変わらない。ただし、他の航空団から反航空的に飛行隊や文献隊などが空母等に派遣される際には、その飛行隊や文献隊の属する現航空団のテールコードを派遣先空母等が搭載する航空団のテールコードに書き換え、運用することも多い。ありがとうございます。